節約大税ご式チャンネルの小町でございます。近藤明でございます。金橋和也です。はい、今日はね、あ、サンデーささやき、サンデーレーシング の募集をね、募集場今ちょっと検討しているところなんですけど、はい、今日は6月の17日昨日をの最初に出た中間発表で僕一人で動画を撮って、でそれがなんか先週の土曜日とかに出てて、今日はアキラさんがねよく見える馬みたいなのをちょっとざっと見てもらって、はい、はい、まあまあそれを何とか言ってもらって、でまあ一応金谷さんもなんか聞いとこうかなっていう。 OK ちなみにさっきの、6月17日時点の人気だとメチャコルタ49票になってる。こんな感じになってよくわかんないだろうけど、僕はベルスリーブの20を今ちょっと考えてるよっていう話をしてて、イアルスティールの参加ですね、はい、カハチチシンブリクリスですね。カントウォークスにお姉ちゃんが出てたんですよ、ベルボーグ。これ勝ったりするとすごいどうせ人気になるから適当な着順になってくれないかなっていう。9着、3番人気9着だから人気上がってないんですよ。今日の時点だと10票入ってるのが一番人気。昨日はね、6だったんだよね。あ、はい、今の時点で全体の申し込みの何割ぐらいですか？ 18.9%、 去年の全体の 18.9% っていうふうに書いてましたね。まだまだ5分の1ぐらいです。5分の1ぐらいです、はい、5倍すると50票ですね、はい、サンデーに昨日僕電話したんですよ。僕の実績の金額を聞いて、でそれだとどれくらいの馬いけるかなっていう話をちょっと軽く聞いたんですけど、はいはい、まあ、大体その5、60票入る馬ぐらいだったら取れる金額、例年だとね、それぐらいの最終的に50、60票ぐらいの馬が取れる金額感ですかねっていう話だったので、今、20% で10票だから5倍すると50になるからね、ベルスリーブの20、まあ取れるぐらいなのかなっていう感じはして、はい、おります。まだ分かんないです、何に申し込むか。ラブズオンリーミーにするかもしれないしね、アドマイヤセプターにするかもしれない。去年みたいにね、直前で買えるかもしれないですもんね。そうですよ、はい、ジャスティファイにするかもしれないね、今年は。そうですね、シャンパンルームの20にするかもしれないし、それは分かんない。サンデーやっぱ人気だね、すごい人気。まあ昨日はだからこういうところに乗ってこない馬とかね、新規の人とかは、じゃあどういうところを狙っていったらいいのかなみたいな話をしましたので、昨日の動画もよろしかったら見てほしいんですけど、今日はもう、アキラさんが、なんかね、カタログ見て、今年さ、その、社内グループ、会員じゃない人、見れないよね、カタログ。見れないですね。だから、まあ、テレパシーで、ちゃんとカタログをこう取り寄せて。うん、テレパシーちょっと送ってみてください。まあこういう感じでね、はい、なるほど、取り寄せたのね、取り寄せたね。そう、あ、付箋まで取り寄せちゃった今それでテレパシーの手伝いをね、金谷さんにしてもらおうと思ってパッて動いたら一緒にテレパシー送ってお前も送っとる、そこにカタログが送れよ僕のメッセージ受け取れました。何にも来なかったです、何にも遅れてなかった、何にも面白くないしね、それも。じゃあ早速、はい、明さんのよく見える馬を、はい、発表してもらいましょう。バーン、153番ドナウブルーの20です。ドナウブルーの20、大人気、20票入ってますね、今日の時点で、はい、もう上から1、2、3、4、5、6、7、8番目。これは新規の人は取れないですね、これはね。ああ、じゃあダメだな。いや、ダメじゃん。ドナウブルーがいいんだ、明さん。そう、ドナウブルーがいいですね。ああ、いつかねえですね、はい、はい、やっぱ顔がいいっていうのも含めて、うん、全体的なバランスとか色づきとか、うんうん、僕好きだなっていう。ドナブル系の子供って結構僕多分好きだと思うんで、いつも高評価になっちゃうと思うんですけど、ドナルデルタとか、はい、いいなと思いましたね、うんうん、第2話127番アゼリの20です。アゼリの20、この子も可愛いですよね、はい、ドレフォンサンクですね、5票入ってるね。これはなんかいい感じのところじゃないですか。そうですね、これだと取れそう、はい、取れるかもしれない。一口60万円はい、はい、ちょっと安めのところで稲垣幸雄厩舎、はい、入厩予定の、これももう馬体で。そうですね、馬体、うんうん、まあ本当にさっきのドナウブルーと、まあ、似たような感じですけど、バランス良くて肉付きが良くてっていう。なるほど。カタログを見て目が止まった馬をこうピックアップしていく感じなので、うん、まあ、やっぱり僕はこういう馬が好きだなっていうことです、ね、はいはいはい、はい、では3位いきましょうか。3位いきます、はい、はい、140番、はい、フラーティシャスミス。フラーティシャスミス、これなんて読めばいいんだろう。フラーティシャスミスか、フラーティシャスミスですね。なるほど、切るとこいっぱいあるね。なんかいなそうだよね。いなさそうですね。おお、これいいですね。うんうんうん、一口75万円、はい、リアルインパクトサンクね。インパクトサンク、うんうん、はい、この馬も、まあ、さっきと本当にアゼリと同じような似たような感じですけど、まあ、流線も綺麗で顔も綺麗ということと、
まあそういうところですかね、バランスがいい、うん、ちょっと小さめなんですかね、5月生まれっていうのもあって、小さい、ね、389キロですね、体高151センチ、はい、胸囲170センチの肝囲が 20.0、うんうん、まあ、大きくなりますよ。そうですね、まあ、肝囲もあるし、うん、そう胸囲も結構170とかだったら、まあ、生まれから考えれば、うん、まあ、結構いいのかなと思いますし、体つきがいいので、うんうん、まあ、特に人気がないんであれば、ちょっと穴目で狙ってみてもいいのかなっていうのはなりますね。そうか、昨日はなんか上位にいたレディ・イバンカがちょっと落ちてるね、人気がね、あのフランケル3区のグレナディアガーズ枠の、おー、うん、その感じ、はい、さん、その3頭でいきます。今年はさ、なんかあのミルクさんにコメントももらったけどさ、はい、ミルコさんのこと？ミロコさんって言ったでしょ。ツッコむかね。ミロコさん、そう、あのサクソンウォーリアーの産駒とかもいるんだよね、人気だけど、リリーズキャンドルと2頭いました、人気、はい、人気なんだけどね、190番のリリーズキャンドルと、あと145番のホームカム カミングクイーン、はい、いるんだね、サクソンウォーリアー、ディープインパクトね、イギリス2000ギニーを買った、はい、ディープインパクト産駒がお父さん、なんかどっちもね、これあれなんですよ、血統団地比系っていうの、あのボケが、だから日本には合うスピードボケにちゃんとつけられてるなっていう感じがするんですよね。ヨーロッパの馬だからどうしてもなんかスピードがどうなんだとか、うん、そうですよね、ミルコさんもね、そういうなんか心配されてたみたいですけど、走るか走らないかわからないけど、ある意味こうチャレンジ枠というか可能性を持って、まあまあそうですよね、値段もね、あの両欠の割にはやっぱ手頃だったり、100万円とか、ね、100万円が手頃って言っちゃどうかわかんないけどね、うん、すごい品系だよね、これ。なんかディラン・トーマスが出てる。ディラン・トーマスも。そう、そういう品系の馬だし。うん。ロイットのリリースキャンドル。そうだね。そうそうそう。もうなんかね、ひいおばあちゃんからリス・ブラシューに繋がってく、リリサイドに繋がってくる品系だから。これ人気だもんね。まあなんかそういうのがあってるんですね。うん、リリースキャンドルは人気ですね。こういうのを狙ってみるっていうのも一つの手ですよね。うん、そうですね。ホームカミングクイーンはあのデインヒルのクロスもあったりして。あ、そうですね。うん。っていう感じですか。はい、武田さんは。じゃあ俺もアキラにやっぱ。ベルスリーブって言ってたけど、ベルスリーブ何番でしょう、179番、カビセブン7位です。おー7位ー、でも目に止まってるんだ、はい、そう、ここちょっとね、7点が何とかいて、それをピックアップした中にはあれに出てるんですけど、もうちょっとトモがバッとするといいかなとは思うんですけど、でまあこれカタログですからね、なんていうと、ここから化ける可能性もあるし、とにかく顔がいいので、そうそう、はい、俺も思った、それは狙っていいんじゃないかなと思うんですけど、あんまり余計なこと言うとですね、来年また謝罪です。いや、あの謝罪はね、今なんで、だって紙成分入ってんだよ、それは大きそうよ。77位。で、紙成分に入ってるならこれはな、何ステークスかな、これはエルフィンステークスとかにやっぱなってくるかな。179番、うん、牝馬ですもんね。そうそうそう、はい、うん、カセドナルベルとか、うんうん、ベルボーグとかも走ってますからね。そうだよ、だって関東オークス3番人気だよ、ベルボーグ。そうですよね。そう考えると、クイーンカップかな。じゃあクイーンカップ、じゃあ僕はもうこれに、ベルスリーブの20に申し込んで、クイーンカップに出れなかった場合は明さんが、謝罪会見をするということでね。関西はあった、関西はチューリップ賞にする、うん、クイーンカップオアチューリップ賞。あーいいよそれで、はい、ということで、まあ、まあ何に申し込むかまだ分かんないけど、一応そういうチャレンジを、はい、やってみるのも面白いんじゃないかと。カナちゃんも見たんだよね、これ。見たよね。カナちゃん、じゃあ気になったら1頭あげてよ。1頭ですね。1頭、1頭。もう時間ないから。もうめっちゃ迷ったんだけど、うんうん、分かんなかったらこれ1個引いて。29番。129番ね。129番ですね。いい肉だね。あれ、やめろ、そういうこと言うの。そういうこと言うの。やめろ、なんだろう。あ、真面目にやると、戻ると、はい、109番。アドマニアセプター。やっぱり引っ張り。今年はね、やっぱりアドマニアセプターじゃん。エピファです。ああ、どっかでも言ってたけど、いや、シル君の時も言ってたね、うん、エピファからどれ買うかなって思った時に、うん、アドマニアセプターシルクで見たことあるな。申し込んでたね、アドマニアセプター。申し込んでなかったっけ。申し込みはしないんですか。申し込みはしないですね。一頭選ぶならこれ。まあ、ちなみにそのレガトゥスというのはね、俺が申し込んで、あの抽選で外れして、うん、で結果あのラグナキリアになったというね、いわくつきの馬ですよ。笑ってんじゃないよ。ラグナキリアはあのなんだ、お笑いワードじゃないからな。頑張ってほしいね。ということで、カナさんはアドマイアセプター。アドマイアセプター大人気ですね。あの19秒入ってね、ラブソンリミーより人気ということで、まあ、俺が言ったからみんな避けるかもしれないですね。まあそれはあるね、うん、はい。もうね、昨日の動画で言ったんだけど、あの前動画やったじゃん、サンデーの動画、はい、あれで取り上げたのが全部入ってたの、ここに。昨日の時点でこの
ここにさ、昨日のやつここにあるんだけど、ここでマーカーが、マーカーがついてる。そのまあメチャコルトもそうだし、ラブゾンリーミー、アドマイヤテンバー、クロノロジスト、グルベイグ、マザーベル、バラドセール、ボージェスト全部入ってて、だからここで入ってない馬にした方がいいねっていうことで、そのベルスリーブにしたんだけど、まあベルスリーブも昨日の時点で入ってたんだよね、ここに。あ、そうですね。そうそうそう、そういう感じで、よかったら見てください。お願いします。まああのあとは最終的にまた直前のやつとまた申し込み動画みたいなのやれればいいなというふうに思ってますので、はい、アキラ採点、あと金出しの気になるアドマイヤセプター。一応俺はもうアキラさんには乗っかる予定なんで、ベルスリーブだから評価高かったから、あ、もうこのままでいいかなっていうふうに思ってますね。もし評価が低かったらドナーブルーにしようかなとかね。ドナーブルーはまず原点でしょう。それでは今日の動画がちょっとでも面白かったら、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは今日も最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。この動画っていつ出るんだろうね。わかんないね。それを今から決めないといけない。いつ出るんだろう。